これはとある授業のとある課題制作に取り組む3人の物語。とある授業に3人の受講生がいました。醜いアヒルの男の子は何事にも熱心で、裸の王様くんは名前の通り王様気質。マッチ売りの少女さんは自己主張が苦手。デコボコ3人組はグループ活動をすることになりました。この授業って結構外に出て活動するから大変だよね。なんで王様くん取ろうと思ったの？楽しそうだったからかな。この授業ってさ、今みたいに外で活動するし、仲いい先輩が楽しいって言ってたんだよね。確かに、外で活動する授業あんまないもんね。お前はなんで？僕は撮影したい。すいません、遅くなりました。遅えよ、こんだけ待たせんなよ。ちょっと、いろいろあって。まあ、別にいいけど、行こっか。そういえばさ、ずっと何探してるの？もしかしてここまで来て忘れ物？遅刻して資料も忘れてたるんでんじゃないの？この前の下見だってずっとスマホいじってたじゃん。何のために授業取ったの？おさむくんちょっと言い過ぎなんじゃ。呆れた、もう帰るわ。おさまくん、ちょっと言い過ぎだよね。資料だってみんなで共有してるのに。資料を見たよ。みんなで協力すればいい作品作れそうだよね。ちょっと飲み物を買ってくるね。ごめんなさい。ごめんなさい。皆さんにご迷惑をおかけして。私ここでいろいろ撮影したかった。でも私のせいで、ごめんなさい。私この前の下見、私にしか作れない作品を作りたいと思ってずっとスマホの方にメモをしてたんです。でも今さら言っても仕方ないですよね。そのことなんだけど、実は知ってたんだよね。マッチ売りの少女さんのスマホを見えちゃって、ごめん勝手に見ちゃって。大丈夫。マッチ売りの少女さんのスマホを見たとき、作品に対する気持ちを人一倍強く感じたんだよね。王様くん、どこかに行っちゃったけど、今は自分たちでできることを考えてみよう。うん、ありがとう。後日、王様はフィールドワークで起こった出来事を先輩であるナイチンゲールさんに話しました。ってことがあったんですけど、ひどくないですか？そういうことがあったんだ。先輩、この授業全然楽しくないんですけど、何が楽しかったんですか？私も王様くんに聞きたいんだけど、なんでこの授業を取ったの？それは先輩が楽しいって言ったから俺もこの授業を取ったんじゃないですか？もしかしたら私の言う楽しいと王様くんの言う楽しいは少し意味が違うのかもしれないね。楽しいに違いってあるんですか？なんていうか、私はこの授業でグループ制作の大変さを学んだんだよね。
普段なら課題制作なんて個人でやるし、個人でやる分には自分の思ったことをそのまんま作ればいいけど、グループ制作じゃそれが難しいんだよね。自分が思ってることと他の人が思ってることってずれてるから、他の人の意見と自分の意見を尊重し合って作っていくのがグループワークの楽しさだって気づいたんだよね。王様は気がつきました。俺がこの授業を取った理由、そんなのない。俺は周りの意見に流されてたんだ。理由なんて最初からなかったと。三人は再び撮影のために集合しましたが、険悪な雰囲気は残ったままです。そういえば今日が撮影最終日だよね。残りの撮れなかった部分撮影していくか。あ、でも先にご飯行かない？今日休日だから早く行かないと混んじゃうし。あの、ごめんなさい、俺間違ってた。何もしてないのに文句ばっかり言って本当にごめん。いえ、私もごめんなさい。あの時自分にしか思いつかないアイデアをと思ってずっとスマホの方にメモしてたり調べていたりしたんです。でも後でやればよかったのに、本当にごめんなさい。スマホで資料見たよ。俺じゃ思いつかないようなアイデアがたくさんあってさ、すごい熱意伝わってきた。俺もいつかそういうすごい作品が撮れたらな。あ、そうだ、俺もさ、いろいろ考えてきたんだよ。え、それすごいね。私もやってみたい。いいじゃん、それやってみよう。みんなで僕たちにしか作れない作品作ろう。でもその前にご飯行こう。早く行かないと混んじゃう。そうだね、うん、よし行こう。自分たちにしかできない作品を作り始めたのです。考え方が違う人同士が触れ合ったからこそ新たな自分を発見したのでした。